皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。エキスパンションパス第2弾の冠の雪原、伝説のポケモンが出てくるダイマックスアドベンチャーに向かおうと思います。今回のプレイはコードプレイダイスアフレコでお送りします。では、はっ、落ちちゃってる。ストリンダーいたよ。あ、でもあれか、技構成ですね。2種類しかなかったもん。確かに一番最初のポケモンとして選んだのはルージュラ。今回冠の雪原で追加になったポケモンですね。鋼か虫かで鋼です。これはギギアル？ギギアル？回ってるからギギギアル。鋼ポケモン、技ちゃんと見なかったんだけど、ルルジュラキス持ってる。あ、いるいる。ドレインキスがあるね。悪魔のキスもある。悪魔のキス、今回は一番最初にダイマックス枠を使わず悪魔のキス。ひどくない？これ落ちるよ。せっかくの悪魔のキスが悪魔のキスがひどい。あれですね、きっと何かを察したんだと思う。これ決まってたらかなり楽だったと思うんだけどな。残念。あ、でも麻痺はつけてくれましたね。ストリンダーが電磁波持ちだったのかな。オーバーヒート。ただ特攻がね、下がっていくからね。頑張ってみんな、やるんだやるんだ。一人でなので周りは NPC サポートさんですね。いった、ありがとうございます。一回だけ落としてしまっただけだから、この先落ちないように気をつければ全然大丈夫だと思われる多分誰か使うのかな、ギギギアル。ケンホローあたりが変わるとちょっと嬉しかったりするかなって個人的には思うんですけど、どうなんだろう。お、変わった。そこやったね。では次、エスパーか水か。水選択です。全然見えないけど水なんだろう。ガメノデスかな、なんか手が長かった気がする。当たりー、ガメノデス。水タイプなのでストリンダーに頑張ってほしいところですけど、何打つんだろう。今回は初手ダイマックス。ルージュラでかくなるの初ですね。まあ、追加ポケなので今回の図鑑にも登録があるんですけど、普通にチューってするんだ。かわいい、かわいいそういう感じ。こう登場の仕方とかもね、各ポケモンによってね、あの特徴がありますよね。あとフィールド上にもルージュラはだいぶ見かけたと思うから捕まえやすそうだなっていう印象ですね。いや、冠雪原の図鑑も頑張らないと。もうすぐじゃない。うわー強っ、さすがさすがトリンダー強いな。はい、これでカメノです。誰が使うんだろう。今回の一番奥の伝説を考えると、クイタランあたりが次は変わってくれたらいいけど、自分で変えるかな。どっちかですよね。 HP 考えてやるっていうのもありだし。水タイプ、
あ、そっち全部あれですね、新一郎さんが変わっていってる。次はノーマル電気水からですね。ノーマルか電気か水か、炎なんですよね。上が水で行くらしい。研究員に出会った。手持ちのポケモンの体力大丈夫ですか？一匹だけ別のポケモンとレンタルできますが。はい、炎タイプだね。しかも最終進化じゃない。あれ、トロッコンじゃなかった今。次は水。ブルンゲル、ゴースト水ですね。トロッコン今一つなんだよな、全部。これはちょっと困りましたね。向こうが抜群になってしまう。貯水なのか。トリックルーム、嘘、初手トリック初手トリックルーム使ってる。速さが逆転するじゃん。ろうそくブルンゲルなんだろうね、きっと。光吸収クイタン、頑張れ。次のターンで撃つんだ、ソーラービーム。あ、ここ日照りになってる、もしかして。ちゃんと見なかったんだけど、一発でいけるのは嬉しいですよね。一応草技も持ってるのが確認できたから嬉しいな。波ダメ、攻撃も下がる。もう一回だ、頑張って。抜群、毒好き。これでいいんかな。そっちかいや、ほんとストリンダーが強い。今回は助けてもらってますね。これでどこに行くかなんだよな。ストリンダーのままっていうのもありだと思うんだけど、次のポケモンがな。炎タイプまだ来てないので言うと、なんだろう、なんだ、炎、伝説炎。行きましょう、炎。ファイヤーとかだと飛行できそうな気がするんで、違うんじゃないかな、炎タイプ。あ、ヒードランだ。出た、ヒードラン。そしてこっちはトロッコン、大丈夫？効果ありだし、タイプ1の技系は来たら今一つにはなってくれるからいいと思うんだけど、何技を入れてるかです。あ、やっぱ日本バレなんだね。お、やってたんだ、ちゃんと見なかったあれ、ひでりだっけって思ったんですけど、日本バレかけてからのソーラービームを打ってたんだ。効果抜群なんで水技を入れてほしいよね。もらい火、トリックルーム速さがね。炎の渦、オーバーヒート、リフレクター、オーバーヒート選択みたい。でももらい火なんだけどできないよね、どうしよう、何にも打てないじゃん。一つしかないんだけど、岩しかできないよね、悲しいね。困った、ソーラービーム今一つだ。これだいぶ辛いですよね。クイタランもらい火、大バーンで自分に言ってるんだよね、さっきからさっきから自分に言ってる。岩なだれ選択です。これしかできないけど、命中が悪いよね。フルグレード、頑張ってもらうしかないですね。ガメノデスが頑張って、ダイビングが持ってるんだったらそっちでやってもらうしかないかな。食いたらもしかしたらソーラービームしか持ってない。日本バレソーラービームで 2枠ですよね。あと何持ってるんだろう。
ブルンデルはトリックルームとダイビングが多かったんだけど。あ、アイアンヘッド持ちか。まずいね。使わないみたい。イワナダイ。セルブレード。でも半分まで来てる、なんだかんだ。まだ落ちてないですもんね、ポケモン的にも。1回しか落ちてないから、なんとかなるかも。コツコツいける可能性はあるよね。この大技はもらえびでやらないし。カイアヘッド。痛い。落ちるかな、もしかしたら。止まったね。シェルブレード。いや、もうダイビングとシェルブレードでやってもらうしかないですよね、これ。コツ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 やってもらうしかないな。ダイマックスしたところでって感じですもんね。うん、今一つだって受けだからまだいいんだけど、困っちゃうよね。どっちも今一つだし、ちょっとだけだし。ダイアーク、うわ楽しい。まずい、ブルンゲルが落ちた。ダイビング要因がダイビング要因が落ちた。じゃあやっぱガメノです。これだとあれですね、ガメノデスの時に変えておけばよかったっていう風になっちゃうよね。ギリかな、ギリ勝てるかどうかって感じですね。今2体落ちてるから、2回か落ちてるから、あと1体だけ余裕はあるけど。止まった。なんかギリギリな気がする。もう一回2本バレ打ってから、多分ソーラービームをワンターンで打ちたいんだよね、きっと。頑張ってガメノデス、君だけが頼りだ。イワナダレもね、当たればいいんですけどね。 100% 命中じゃないからね、外すと結構辛いですよね。1ターン打たなくなっちゃうから。あと3回しかないしあと3回しかできない。そっか、もらい目だと辛いな。頑張れシルブレードだ。もうちょい、赤ラインまで来てる。あとはブルンゲル戻ってきてるから、ダイビングをやってくれないかな。もう一ターンで終わりますね。お、トリックルーム。え、なんでダイビング打ってくれないの。最初にダイビング打ってくれればいいのに。でもこれもうでかくするしかない。あ、いける。あ、もうちょいだからいける。来た、すごいすごい、押した。コツコツ押すのもいけるんですね。いけるときはなんか受けながら勝ったっていうイメージ。これでヒードランが手に入ります。え、伝説のポケモン系はダイマックスアドベンチャーで1人1体までなのかな、多分。普通にあの自分のとこの巣穴は1体だけど、他のところにお邪魔するときってどうなんですかね。まだ行ったことないし、数も少ないからわからないんだけど、知ってる方いたらコメントで教えてください。よろしくお願いします。ヒドランゲット。いやー、まあそれですよね、ヒドランだろうな。ガメノデスでも良かったですね。うん、すごく頼りになるポケモンだった。はい、ということで今回は炎でヒドランに会いました。もらえびかなり辛かったので、私の時はちょっと違うようになるようにね、ポケモンを選択していこうかなって思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!